昨日ね、立花さんが応援演説に行った本田雄介さんっていう、うんうん、京都2区で衆院選に出てる人。前原誠司って、まあ、弟子は名前ぐらい聞いたことある？ありますし、師匠とお話ししたような気がします。前原誠司、うん、勘違いだったら、あ、だからなんか教育無償化のなんたらいう、うん、それ、うん、だからそれを批判してたよね、立花さんも昨日、うん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 、その話で。だからさ、国民民主党で党首の党首選挙に負けたから、うん、出ていったるっつって出ていって、うん、でこうその教育無償化の党みたいな作って、うん、で政党助成金だけもろて、うん、だから政党助成金もらうんやったらさ、まあ俺も思ってたんやけどさ、うん、政党助成金もらうんやったらそのまま教育無償化の党でさ、うん、選挙出るべきやんな、うん、でなんで維新に入んねんとは俺も思ってた。それを立花さんも言っていい、うん、確かになって、うん、そういうとこが前原誠司の汚さっていう話をしてたんやけど、うん、でだからその本田雄介さんは前原刑事を落とすっつって出てるみたいけどな、うん、まあ、頑張ってほしい。ほんでさ、はい、俺行く前にその知事選の立花さんのポスタージャックでポスターあって破かれた人やん、うん、キング本田とか言って、うん、まあ、俺は全然知らんかったんやけどさ、で行ってみたんや、うん、そしたらな、うん、始まる前なんか立花さん来る前になんかこういろいろ用意してるやんか、うん、今日は立花さんが来ますとか言って本田さんが言ってて、うん、そしたらそう高校生ぐらいの男の子とかがさ、うん、来てさ、サインしてもらっていいですか、こう今高校生でも3年生だったらギリ選挙権あるやん、うん、選挙権あるかないかぐらいの男の子2人組とかが、うん、来てたわ、サインしてくださいって。へー、で別にそのサインは求めないにしてもそれぐらいの、まあ、女の子はおらへんだけど、うん、なんか男に人気やねんな多分な。へーキングホンダは男高校生ぐらいの男の子何人か来て、7、8人ぐらい来てた。へー、それとまああの立花さん目当ての大人、うんみたいな感じで来てたわ。人気あるんや、ちょっと舐めててすいませんでしたって感じやったわ俺。あ、見た。何が？弟子も。何を？師匠の配信。俺の配信じゃないかい。見て、うん、弟子もでもびっくりしたんです。何が？もっと人いないと思ってたの。あー、めっちゃいたやろ、うん、でそのさ演説中はさ俺は一番前のその、うん、柵のところで撮ってたからさ、うん、なんかアンチ立花かな、うん、誰も来てねえじゃんとかさ、いやどう見てもいたじゃん誰も来てねえじゃんみたいな、全然人いねえじゃんとか言ってさ、かつかだからチャットで流れるやんか、うんうんうん、反論しているわボケとか思って言おうかな思ったけど、まあ、俺は黙ってる主義やから、まあ、黙ってないけどさ、うんうん、で終わってからさ演説が終わってから、まあ、あっちで写真撮影会しよっかっつってさ移動してる時にいっぱいいたやろ、うん、めっちゃ並んでたやろ、うん、でその中でもさ、うん、まあ、あれた多分観光で来てる、それこそ高校生ではないと思うんだけど19かそれぐらいのさ、うん、女の子2人が京都来たらさ、うん、なんかレンタル着物着て京都を歩くみたいなのがあんのよ、うんうんうん、あんのよ絶対見るわ行ったら、うん、そういう感じの女の子2人組がさ、うん、立花さんと写真撮り撮影会の列に並んでたもんな、うん、で並ぶんや、こんな女の子2人も、まあ、たまたま通りがかったんやと思うんだけど、京都に看護来て、あ、立花さんやみたいな感じで写真撮ってもらおうって言って並んでるわけやん、うん、人気なくね、人気あるくね、うん、たとえそれがほら、うん、立花さん支持者じゃなかったとしてもですよ、うん、あ、写真撮ってもらおうって思うぐらいの、そうそう、あれなわけやん。でだからそれ多分ね、その女の子4人組で来てて、うん、でその2人は立花さんの写真の列に並んでて、うん、であと2人ぐらいいてん、うん、まあ、まだ別のグループなんかもしれんけど、うん、まだその着物着てる女の子、うん、そのキング本田となんか、うん、何やかんや喋ったり写真撮ったりしてた、うん、若者の人気歩くね、見たぶっ壊すってやってたやろ、うん、人気歩くね、師匠、はい、弟子は聞きたいことがあります。
多分俺が言いたいことと一致してると思うぞそれは。まあ似てるかなと思うんですけど師匠、まあ、あの大きな括りで言うと似てることだと思うんですけど、あのその光景ってあの別の塔では見られなかった気がするんです、うん、俺もそれが言いたかったんや。なんか黒いスーツ着てなんかなセルフ講演会とかなんかパパの会社とか立花がとか言ってるそうそうあの塔なあの塔全然さ全然見られへん光景やなと思って。そうでしょう。あそこの塔は確かあの若い人若い人言ってた気がする。若者の政治参加が若者のなんかもう第一ぐらいに言ってるやんか、うんうん、それをさあしかも師匠、うん、女の子が写真撮ってたんでしょ。そうやね。女性がとも言ってますよね。女性が女性の議員を増やさなければとか若者の政治参加が女性がとか言ってさ、うん、いやお前んとこてんてんてんみたいなあれ俺だから10月16日に石神井公園駅まで行ったんですけど、うんうんうん、あれって若者うんうん、若い女の人、うん、あれあれあれおかしいぞ鳥もいやだからさ、うん、なんやんけなんの人気も若者の人気なんてそう立花さんはなんていうかもうぜなんか人気のさ母数が違うからさ、うん、それは女の子もさ、うんうん、それはなんちゅうのその立花さんが演説してるやんで、うん、その人通りの多いところやから市場やから、うんうんうん、市場京都の市場通りやから、うんうん、通んなよ人も、うん、例えばなんかおばちゃんとか、うん、あれあれあの人やみたいな あれあの人やみたいなさ青と黄色だとか、ね、めっちゃ言われてんのよ知ってんのよみんなの、うんうん、まあなんかさ知名度で言ったら全然違うから、うんうんうん、まあそれは分かんねんけどそれは分かるんやけどまあ立花さんはしゃあないにしてもよ、うん、本田さんはさ、うん、ある意味さ、うんまあ、知名度本田さんの知名度がどんなもんなんか俺もよう分からへんねんけど、うん、なあ俺はなんか全然知らんかったし、うんまあ、立花さんよりは知名度ないやんうんうん、そんな本田悠介さんでもさ、うん、若い男の子がさ「サインしてもらっていいですか?」っつって、うんうんうん、とかなんかいっぱい来てねんいっぱい来とんねんほんま、うん、片やポンつくとポンつくとはさ、うん、若者なんて全然、まあ、俺の見る限りやし、うん、の全然おらんかったで。他の人がその後さ第一声のその後にもさいろいろ突したりするやんみんなが若者とかがさ言ってた感じがせえへんのよねどうよこれどうよあなあやためすんなすごいだからさなんちゅったらいいのかなもうちょっとさちゃんとせえやっていう話やねんななんか昨日かな、うん、あの本当かどのたまあどの立場の人かなは、うん、まあわかんないんですけどあの、うん、ポスト見てたんですよ X、うん、そしたらあるポストが目に入ったんですけど、うん、秘宝大津彩香さん誰も聞いていない凱旋活動中に通りすがりのおばあさんからあなた一人でかわいそうって言われたもんよ見た見た俺も見た見たじゃあ本当だあなた一人でかわいそうってだからさあのさ告知しようややっぱりした方がいいんでしょ告知もしそうそうなんちゅうのかなそれ告知する街行く人に聞いてもらうための演説やから、うんうんうん、告知なんかいらんっていうのもまあ一理はあるんやけどさ、うん、なあでもその結果集まってないわけじゃないですかなだから俺も前のなんかどっかの動画でも言ったけどさ、うん、誰か 2,3 人でもいたらあ私も立ち止まって聞こうかなって思うかもしれんけど、うん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 、ゼロのところにうん、立ち止まって聞くのちょっとハードル高いやんけ、うんうん、ぜーちゃえんけその心のハードル的には、うん、そこなんよねほんでなほんでだから第一声の時もさ、うん、なんか終わってからあんじゃあ写真撮りましょうかとかさ、うん、握手会しますとかもあるわけでもなしなしなあ、まあ、質問あるともないですよねそうか
そう、立花さんはね言ってくださってましたよね、うん、質問コーナーなんかこっちで質問聞きますってさ、うんうん、そうやりますからつってさ、うん、あれじゃね、うん、あれこそが、うん、街頭演説じゃね、本当です、なあ、うん、何してんのって感じ、うん、もう誰か来てなんかまあ質問されてもさ、うん、なあ、そういえばさ、うん、質問にし、まあ、まだチョコさんが突したらしいんだけど、そしたらもうなんかだからあの頭悪いって言われたやんチョコさん、うんうん、それ私頭悪いのとか言ったらさ、なんかもう野良犬を蹴散らすかのようなめっちゃ鬱陶しそうな顔でさ、シッシェってこうやってる、うん、シッシェってやって見た、ポスト見た、見たやろあらお前さあのそんな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 んやろね、もう本当になんで見つけるの、うん、って思うんでしょうね、もうなんで来んのよと思う、鬱陶しいとか思うやろな、どうやって見つけてんのよって思うんでしょうね、まあ一応さ立花さんとかやったらさ、うん、まあ地代とかのアンチが来てもさ一応相手してるやんな、うんうん、それこそこれ なんか言いたいことないんだったらこれで喋りいいなっつってさマイク向けて、マイク向けんなマイク向けんなってとかやりとりとかあったりするわけやん、それなんか堂々とさ、うん、ほんまはなんか自分が悪くない思ってるんだよ、私は悪くないんであなたたちにそんなこと言われる筋合いありませんのでぐらいさ、うんうん、言えばいいやんな、しっしってどういうことやね、無根で無根で逃げるって一番最悪やね、うん、まるで福島みずほやんな、難波の時のな、ほんま以上です、はーい。